今年の夏休みも子どもたちはいろいろなチャレンジをしたことでしょう。そうした中、インタビューをしてそれをまとめて記事にするというイベントが開かれました。今回はプロの記者さながらの活動に取り組んだ小中学生の様子をご覧ください。こんにちは。今日はここ区役所でちょっとユニークな企画が行われます。区長にインタビューをしてオリジナルの広報誌を作成するというものです。早速見ていきましょう。杉並区長に聞く杉並の今と題された今回の企画では、インタビューの心得をプロから教わり、そのトレーニングをして本番に臨みます。教えてくれるのは区の広報誌広報杉並を制作している会社の永井信秀さんです。さあ、それでは講義開始です。いろんな方にインタビューしている、その方の、時間をいただいて、話を聞かせてもらうというところがあります。なので、そういった相手に対して、時間をいただいているという感謝の気持ちを忘れない。そして実際の取材時、こちらではやはりなるべく相手の身を見て話したり聞いたりする、手元の資料を見ているだけではなくて相手の方を見るようにちょっと意識をしてもらえればなと、そうすると相手の方も必死でこう質問してくれてるんだな、聞いてくれてるんだなというふうになるので、相手も素直に話しやすくなってくるということもなります。インタビューに限らず、人と話をする時のマナーにも通じるお話に続いては、いよいよ話を聞く技術を伝授してもらいます。はいやいいえで答えが終わってしまうクローズドクエスチョンではなく、相手が自由に答えられるオープンクエスチョンを心がけるなど、プロならではのテクニックが明かされました。自分が関心を持つ興味のところを探して、それを質問してみるというところを、インタビューのコツとして覚えていただければなと思います。続いてはインタビューの練習です。インタビューをする人、答える人、そしてそのやり取りを評価する人という3人1組で練習します。好きなその本を書いてる人とか教えてください。東野圭吾っていう、ミステリーものを書いてる人の作家さんが好きです。リンはなんかその1回話して、その前の、前に質問したことに対してなんかその中から抜き取って質問してたし、ユウは、その1回質問されたことに対して詳しく答えられてたから良かったなと思いました。次は質問項目の絞り込み。子どもたちには聞きたいことがいっぱいあるようですが、時間には限りがあります。質問項目の優先順位やその順番を決めるなど、グループで検討を重ねます。これとこれ一緒だった、重ねよう。これは違う、これは全然違う。じゃあこれ一応ここに始めます。いいよ。じゃあその2人の候補ね、2つの候補、はい、第一候補環境ね。質問も決めて役割分担も終わりました。さあ、いよいよ区長へのインタビュー開始です。さて、どんなインタビューになるのでしょうか。皆さんこんにちは岸本貞子と申します。杉並区長でこの建物区役所で7月11日から働いています。今日は取材に協力していただいてありがとうございます。最近になって減っている交流や風習をどうやって守ったり取り戻そうと思っていますか。交流とかつながりとか、これはね、人が作ってるものですよね。それがとっても大切だと思っています。小学校の地区でだいたいみんな顔の見える関係がありますよね。子どもたちも大人もおじいちゃんおばあちゃんも地域の人たちが集まる拠点として、やはり学校っていうのがそういうところになっているので、それを大切にしていきたいなと思います。ありがとうございます。区長自身が生活で地球温暖化への対策とかしてるのってありますか。自転車を乗っています。これはもう私の基本の、生活スタイル。あとはペットボトル買いません。やっぱりペットボトルって環境負荷が高いと思っているので、
自分のできることから生活からやっていきたいと思っています。相手の目を見て話し、話を聞くときもしっかりと聞く、そんなコミュニケーションの基本をきちんと踏まえながらインタビューは続きます。みんなが暮らしやすい街についてはどのようにお考えになっているんですか？自分が一人でも周りにお友達がいたり、周りに支援してくれる人がいたり、そういう人づくり、街づくりっていうのがきっとこれからもっと将来大切になってくるのかなというふうに思っています。今日は私たちの質問に答えていただきありがとうございました。これで杉並キッズの質問を終わります。ありがとうございます。やっぱ緊張もちょっとあったんですけど、すごい楽しかったです。いつもはしないんですけど、ずっとメモを見るんじゃなくて時々は相手の目を見たりするのも大事なんだなって思います。今の率直なお気持ちを教えていただけますか？みんなが話し合って役割分担をしてどういう質問しようかって準備してたことが手に取るようにというか伝わってきました。このような自由な学びの場っていうのを作っていくために、そしてそこで杉並区も そういったことを支援していけたらいいと強く今日は思いました。こちらが後日出来上がった広報誌。子どもたちが聞き出した区長の話がまとめられています。今回身につけたことはプロでなくとも一人の人間として欠かせないスキルです。自分の思いを伝え、相手の思いもしっかり受け止める。子どもたちにはそうしたコミュニケーションの力を伸ばしてほしいですね。